世界最速3階級チャンピオン田中恒成の大晦日決戦始まりました。かなり強いサボで左ウッキュー2つ、左ボディ、猛烈な左ボディです。顔面です。勝つために必要なのはジャブ、 KO に必要なのはボディと話していました。右ボディです。今度は田中の左、そして田中の一つテーマである左フック、左ボディ、強烈な左ボディです。さあ、グラントロラーズの表情もどうでしょうか。やや表面表情は顔左アッパー、左アッパーでした。さあどうか、大抜け、さあ3連発、最後の方を捉えました。全く起き上がれません。強烈な印象を残した田中恒成、ナックアウト勝利。世界チャンピオンとなって初めて上がった東京のリングで強烈なインパクトを残しました。チャンピオン田中恒成、3度目の防衛に成功です。史上最高の日本人対決、4階級王者井岡一翔と3階級王者田中恒成が激突。大晦日夜6時。